こんにちは、スカティミナスカです。今日は横浜市南部にある臨海地区を走行する金沢シーサイドラインをご紹介いたします。ただいま降りますのが新杉田駅、 JR との接続駅になっています。こちらは金沢区ではなく横浜市磯子区です。このシーサイドライン、横浜市磯子区から横浜市金沢区を運行している新交通システムです。ちょっと不思議な乗り物ですが、今回はこちらをご紹介いたします。横浜市南部の臨海地区を走る新交通システム金沢シーサイドライン、横浜市磯子区にある新杉田駅、こちらが JR 根岸線との接続駅、こちらから南部市場、堀浜、並木北、並木中央、幸浦、産業振興センター、風浦、次大医学部、八景島、海の公園芝口、海の公園南口、野島公園、終点は横浜市金沢区にある金沢八景で、ここで京浜急行と接続しています。横浜市磯子区の新杉田がこちらで、 JR 根岸線との接続駅、徒歩で10分少々で京浜急行の杉田駅もあります。こちらからシーサイドラインの名前の通り、海沿い臨海地区に沿ってニュータウンおよび工場地帯、工業地区の中を走行し、観光名所の八景島シーパラダイスの最寄り駅、そして潮干狩りで有名な海の公園、景勝地野島公園を経て京浜急行金沢八景駅と至る新交通システムです。この金沢シーサイドライン、新交通システムとは言っても39年もの歴史があります。また計画段階から含めると、実は50年前から様々検討が繰り返されていました。今では鉄道収入以外の副収入にも力を入れていて、こういったオリジナルグッズの開発や鉄道娘とコラボレーションしたオリジナルキャラクター芝口好み、この姿が駅構内あちこちで見ることができます。この芝口好み、名前の由来は海の公園芝口が元となっているようです。駅構内、結構この鉄道娘芝口好みというキャラクターがあちらこちらに掲示されているんですが、この芝口好みのデザインの自販機、先ほどポスターにあったように自動販売機でお米売ってます。先ほどは自動販売機でお米を売っているところをご紹介しましたが、その他にもこちら地元の会社とコラボした芝の海苔、南部市場にある竹井商店とコラボしたオリジナルのタレやソース、こういったものもオリジナルグッズとして販売しているのが特徴です。では続いてシーサイドラインの車両をご紹介します。今運行しているのは2000型です。車内は基本的にセミクロスシートとなっていて、車端部の優先席については出入りがしやすいようにロングシートとなっています。シートのポケットも色が変えてあります。2000型の番号に関しては線の位が形式、真ん中が編成番号となっています。ここセミクロスシート、一人掛けの座席も用意されています。そして車端部には先ほどご紹介した芝口好みのお米のポスター貼ってあります。さあ先頭車両ですが、自動運転のため運転席がなく展望シートとなっています。そしてワンマン運転をするときの運転席も普段は座ることができます。本日もシーサイドラインをご乗車ください。
ご覧いただいたようにシーサイドラインの軌道、進路が分岐するところに仕切りの板や誘導板などが一切ありません。一体どのようにして進路を決めているのでしょうか。同じ新交通システムの神戸ポートライナーの様子をご覧いただきながら検証していきましょう。次は貿易センターです。子供病院北区東方面では市民広場でお乗り換えください。神戸ポートライナーの場合はしっかりとしたガイドレールがついていて、これによって車両が誘導されているのがよくわかります。さあ場所を変えて、今度は列車によって行き先が変わる市民広場駅を見てみましょう。まずは直進する神戸空港方面行きです。電車は軌道の左右にあるガイドレールに沿ってそのまま直進していきました。さあ次の電車は北埠頭経由三宮行き、この駅から左に分岐していきます。どのように誘導されるのか見てみましょう。電車はすでに到着しているのですが、ガイドレールはまだ直進のままですね。さあこの後一体どのように変化していくのでしょうか。じっくり見ていきましょう。これはなかなか面白いギミックが仕込まれてましたね。分岐用のガイドレールが軌道の下からピョンと飛び出してきました。そして分岐していく列車は直進用のガイドレールを踏み越えて進んでいきます。では今度は同じシーンを車内から見てみます。この電車は三宮行きです。同じシーンをシーサイドラインの場合を見てみましょう。ドアが閉まります。ご注意ください。お客様にお願いいたします。
分岐のところ、今度は外から見て確信に迫っていきます。神戸のポートライナーと比べると地味な動きですが、実は左右の部材がスライドしているのがよくわかります。しかしこんな地味な挙動だけで本当に車両が誘導されるんですかね。ちょっとそのあたりも引き続き見ていきましょう。分岐が動くところは見えましたが、車両の誘導方法がちょっと今のままだと横棒が邪魔になって見えないですね。今度は直進の電車なんですが、やっぱりちょっと確信の部分がよくわからないので別の角度から再度チャレンジです。台車の脇から何か飛び出している部分がありますね。これが鍵になっているのではないでしょうか。ちょっとこの辺りをもっとよく見ていきます。ガイドレールが横にせり出してきました。この辺りを注目です。これが決定的瞬間です。やはりあのせり出してきたガイドレールの中に案内車輪が滑り込むことによって車両の方向が決定していくようです。分岐のところで車両の進行方向を決める大事な役割を担う案内車輪、車両の側面から飛び出している部分をじっくり観察していきます。もちろん安全に配慮した上で撮影しています。では最後に改めて車内からもう一度観察していきます。今度は引きの絵で映しますのでガイドレールの様子がよくわかると思います。ドアが閉まります。ご注意ください。分岐の反対側では直進用のガイドレールがせり出しています。
ちなみに神戸の新交通システムはご紹介したポートライナーと別に六甲ライナーというのもあります。こちらの場合はどうなっているのかをご紹介します。なんと同じ神戸新交通株式会社の路線でも六甲ライナーはポートライナーと違ってシーサイドラインと同じ方式を取っていました。鳥浜駅にやってきました。新杉田駅のポスターで見かけた武井商店とのコラボレーション商品オリジナルソースや浜昆布ポン酢はここ鳥浜駅限定販売となっています。この浜昆布ポン酢は金沢産の昆布と神奈川県産のみかん果汁を使っています。とてもさっぱりした口当たりとなっているのでおすすめです。さあ最後におまけシーンとして新杉田駅に戻ってきてこのお米を買おうとしたんですが、